皆様こんにちは、武田ダンススクールの西尾光一です。本日はピクチャーポーズのオーバースウェイをやってみたいと思います。ただですね、体を傾けているように見えるこのオーバースウェイですが、体のパーツごとに別々の仕事がありますので、そこがはっきりと分かるようにしていきたいと思います。またこの動画では完成形を作ろうと思っておりますので、そこに至る動きは省略しておりますのでご了承くださいませ。それではまずフォロワーのオーバースウェイの説明からいきたいと思います。まず最初に体重は右足に置きます。そこから左足を横に開きまして、軽く膝を緩めます。体重の配分を右足に8割、左足に2割にします。この時、左のお尻の後ろから前に進めるようにして、後々シェイプがしやすいようにします。背骨の下の方から胸までを引き上げ、このことで頭がリラックスして後ろにシェイプできるようにします。頭を後ろに下げることでシェイプをしようと思うとバランスを悪くしてしまうので、まずは背骨の下の方から順に胸まで引き上げて、最終的に頭が後ろに倒れることができるようにしましょう。ホールドは水平を保ち、左の肩甲骨を後ろから右前にいるリーダーの方へ強く向けることを意識します。最後に自分の右側を上に上げてスウェイ。続いてリーダーのオーバースウェイの作り方を説明したいと思います。リーダーはフォロワーのシェイプを作り出すのと、支えるためにも自分のお腹の下を上に引き上げるようにして、この状態をキープしましょう。この形のまま、まずは体重を左足に乗せます。右足を横に開いて、両膝を軽く緩めます。この時、体重の割合は左足に8割、右足に2割の状態です。右のお尻を右から左の方に寄せていって、シェイプがしやすい状態を作ります。背骨の下の方から胸までを上に引き上げ、頭はより立ち上がる状態を作ります。ホールドをして、この左手はあまり動かさないようにしながら、右の肩甲骨の下を後ろから前に出していきます。この動きに合わせて右手も少し前に出します。最後に自分の左側を上に上げてスウェイ。それでは実際に組んでみたいと思います。